令和2年11月8日、阿蘇市一宮町宮寺の阿蘇門前町商店街で、ヨタ八商店街が行われ、オールドカーファンなどが楽しんでいました。この日、阿蘇神社近くの阿蘇門前町商店街に集まったのは、ヨタ八の愛称で知られるトヨタのスポーツ800など45台です。商店街では、 熊本県立阿蘇中央高校の総合ビジネス科の生徒がようこそ麻生、阿蘇へなどのプレートを掲げて歓迎していました。与田八は1965年から販売され、今年で55周年。現在国内で現役で走っているのはおよそ1000台ということです。会場には与田八以外にもマツダのコスモ、スポーツなどの名車も並び。 ーールドカーファンなどがエンジンを見たり写真を撮ったりと楽しんでいました。